今この企画は文豪の作品をもとに「萌えとは?」から始まる文章を作成していくというものですで何でこの企画をやろうと思ったのかですが3つほど目的があります。文理の区別にとらわれずに昔のすごいものを今の技術を使って新しく創造していきたいということと 2022年度から必修科目になりました。情報をもっと楽しく、そしてもっと身近に感じてもらえるようにしたいからです。次に肝心なやり方ですが、こちらになります。そして今回使うプログラムも一緒に表示させておきます。まずは文章を用意します。今回は、夏目漱石、芥川龍之介、太宰治。 この3人の文豪の文章を使っていこうと思います。続いて文章を単語ごとに区切っていきます。さらに区切ったものの単語の並び方を辞書に記録していきます。そうしたら、えー、マルコフィファイというものを使用してマグルコフレンサを起こしていきます。以上がやり方になります。今回ベースとする文豪の作品はこちらになります。 それでは早速実行ししていきましょう芥川龍之介の「羅生門」をベースにして「萌えとは」から始まる文を生成するとこのようになりました萌えとはその太刀のをを左手に火を灯しているこの文章からは肘塚の「刀を左手にそして右手には明かりを灯している状況が読み取れますいや非常にいい文章ができましたね 続いて夏目漱石の心をベースに生成した文章を見ていきましょう萌えとは答えませんでしたけれども私のうちがひっそり静まった頃から見るとやはり依然とした様子を見つめていましたこの文章からはなかなか素直になれない私ですがしばらく経ってからその時を振り返ってみるとやはり何かに惹かれていたという状況が 想像できます、えー、これもなかなかにでではないのでしょうか最後に太宰治の「走れメロス」をベースにして生成した結果を見ていきましょう萌えとはあるる日の聡明の明頃であるこれは少しなんだか分かるような気がするそんな感覚ではないでしょうか今回は「文豪に萌えを書かせてみた」という企画をやっていきましたご視聴 ありがとうございました。